今日は道内各地で雪が降り続きましたね。はい、ご覧の旭川なんですが、積雪が8センチとなっています。上川地方を中心に積雪が深くなってきているんですよね。時折吹雪く時間帯もあります。そして今の札幌中心部の様子見ていきますと、札幌はまだ雪は積もっていません。ただ日中ずっとちらちらとこう雪が降り続きましたね、はい、この時間も水分を含んだ雪が舞っています。今の積雪見ていきます。黄色い柱は30センチ以上のところ、層雲峡は34センチ、上川町、幌加内町などは20センチ以上となっています。主要都市では稚内でも7センチ、帯広は1センチとなっています。今日の気温振り返っていきます。雪が降るぐらいですので寒さが厳しくなっています。上川町、真っ狩村、遠軽町など最高気温でもマイナスですので、今日は真冬日となりました。函館江差も今シーズン一番の寒さです。さて週末を迎えますが、冬将軍が到来です。明日の朝、土曜日の朝なんですが、雪かき必要な区がありそうなんです、はい、手稲区、北区、南区、少し大変になってしまうかもしれません。結構積もるんですか？はい、まあ、多くて10センチと考えているんですが、ただ水分含んだ結構重たい雪ですので作業大変になってしまうかもしれませんね。緑色のその他の地域、3センチから10センチ未満と考えていますが、軽く必要になるかもしれません。明日の朝ちょっと早めに起きた方が良さそうです。そして全道の雪の量見ていきますと、降る量なんですが、今夜から明日の朝にかけて上川北部、北空地、羊蹄山麓最大30センチ、もうすでに村峡などは30センチ超えていますので、まだ大雪が続いていきそうです。札幌中央区では5センチ、北区、手稲区、南区、降る量は10センチと考えています。ただ明日の朝、そして土曜日にかけてが本番となりそうで、土曜日のお昼の雪と風の予報見ていただきますと、風が強いんです。西風、そして西風に乗っかって雪雲運ばれてきます。上川地方、空地など雪の量多くなりそうなんですが、札幌が西風の場合はそんなに降らないんです。手稲山がブロックしてくれますので、札幌に至ってはそれほど心配はないと思います。改めて土曜日曜のお天気のポイント見ていきますが、繰り返しになりますが、上川、空地、そして羊蹄山麓、明日で最大40センチ、石狩北部、留萌は明け方から夜にかけて猛吹雪となりますので、交通障害心配なんですね。明日かなり荒れた天気になるところ多そうですね、はい、今シーズン初めての冬の嵐ですので、結構交通障害とか、あとは雪の事故注意してください。日曜日の朝まで雪は残りますが、午後は雪も弱まって寒さも緩むんです。日曜日に至っては今度は雪崩、落雪、路面悪化、注意してください。土曜日にたくさん積もった雪が日曜日に溶ける恐れがあるんですね、はい、そうなんです。そして主要都市天気マーク、気温も見ていきますと、雪の本番は土曜日、日曜日は寒さが緩むんですが、札幌日差しが出てプラスの5度、旭川や稚内でもプラス2度3度となりますので、雪解けの事故要注意となりそうです。そして札幌週末の天気、10日間の予報見ていただきますと、札幌は寝雪にはなりません。ああ、また気温が少し上がりますね、はい、週明けプラス7度、降るのも雨、そして来週水木金土日と雪マークが並ぶんですが、毎日雪ですか？それが降りっぱなしの雪ではなくて、夜間のにわか雪、早朝のにわか雪も含まれていますので、日中積もったりするようなことはなさそうです。ただ路面は悪くなりそう。積もってくるのは次の次の週末、来週の7日土曜日、ここで積もった雪が寝雪に
なりそうなんです。ただやはりだんだんと雪の降る日増えていきますね、はいはい、傘の出番も必要なんですよね。貝澤さんはいかがでしょう。もう冬の準備そして心構えどうでしょう。まだまだなんです。あの自宅の周りもまだちゃんと 雪のために支度してないのでちょっと今週末頑張ります。はい、今週末ね、あの札幌はそんなに荒れませんのでね、冬自宅頑張りたいところです。そして全道の週間予報も見ていきたいと思います。全道的にもこの週末が一旦冬の正念場となります。来週週明けになりますと気温が上がりまして道北でも雪は溶けるんですが、ただ全て溶けることはありませんので、この週末から道北は寝雪となっていきそうです。札幌は次の次の週末が寝雪の始まりと考えています。太平洋側と道東見ていきます。来週の前半なんですが雨となりそうなんですが、雨が降った翌朝ってマイナス気温になります。つまり路面が濡れていると凍ります。来週はこの1年の中でも最も路面状況悪い1週間となりそうなんです。運転そして転倒事故などにも気をつけたいですね、はい、そうなんですよね、まあ、12月を迎えて皆さんお忙しいと思うんですが、移動は時間に余裕を持ってお願いします。